からない世界によくと。はい、本日もね、ガチャの方、本日はね、月1恒例パワーガチャの方やってまいりたいと思いますんで、まずはね、いつも通りデイリー土曜日編ですね。今本日土曜日なんで、まあ適当にね、うん、しかしこれで本当ね、ラスのみガチャと、もう言わざるを得ないぐらいラスのみしか来ないよね。まあでも1個でもね、来てくれれば、前なんかもう全スルーとか当たり前でしたからね、11連で。はい。来ないね。はい。うん、はい。しかも絶対これ、狐覚醒も来ないだろうね。ボンコールの。はい、そして、これね、毎日私回してます。私も 6.5 周年記念のサービスガチャ、おかわりもらえますからね、これね。はい。いきますよ。3体もね、しかも、たまにそれでね、新規来るんですよ。あ、持ってなかった、みたいなね。今までのこの大前進を埋めるにもね、大変適してますよ。縦で回せる上に、ね、大前進もね、埋まるということで。どうです？なんかこのさ、最近この鬼とフェニックスの子供時代の指くわえてるやつ、これよく出てくるな、これ。なぜか。はい。あ、それでね、現在ね、超人玉が、結構もう200個を超えまして、ウォーズタワークリアしたら、なんか600体以内にクリアとか、590体以内にクリアとか、そういうのクリアしていくと、そのクリアするたびに超人玉5個ずつもらえるから、もうそれ私ね、200ターン切ってたんで、もうえらい数もらっちゃってね、まだかよ、もう今もらいきれないくらいでね、まだね、ストックで多分また100、全部受け取れば100玉ぐらいはね、多分なると思いますけども。はい。というわけでね、チャンスアップガチャやろうかどうか、ちょっとね、記憶をつかせるもの、これちょっとね、ちょっと脇役臭いメンバーなんで、これやんないですけども。はい。マスパワーガチャ。この結果がちょっとあまりにもひどいようだったら、行かざるを得ないような感じもありますけども。ただサービスガチャの方もあるんでね。はい。やっぱこれですよね。ドーンと出てる。やっぱりね、アシュラマン。ね。もう毎月アシュラマンつって、いつだったら来んのってね。もういい加減来てよってね。おかしいですね。ね、2体出るはずなんですから。いきますよ。はい。パワーガチャ。七人超人は、もうアシュラマンしか見てない俺には。真ん中行こう、相手。はい。ね。今月一月頑張ったんだ、俺は。その証が。この2体の超人だ！お、止まったよ！え、ね、何？ザ忍者、古そうなザ忍者来たぞ、おい。え？あー、これは、これなんだろう、このマンタロウは。このマンタロウ、あ、これあれじゃん。いっちゃん新しいマンタロウ来たじゃん。2402の。すごい。このザ忍者はなんだ、これ。あ、2238。悪魔の任務を遂行ザ忍者。あ、古くないぞ、全然。ただ持ってなかっただけだ。いや、すごいな、じゃあ。うん。いや、失礼しましたよ、これは。いいので出た。はい。というわけで、じゃあサービスガチャね、最後。この特定の星5マッスル超人に1体星5っていうのが、なんかいつの間にか私持っててね。うん。これ回しちゃおうかなと思って。これはね、アシュラマいんのかな？パッと見いないような感じだけど、うん。ただまあ、新しそうな超人が多いんで、うん。行ってみましょうか。はい。では。シングルガチャ。ガチャル。まあ、マッスル超人ってことでいい超人なのは間違いないので。はい。はい。じゃあ、そうだな。首投げ。はい。ちょっとね、おさらいしなきゃいけない妙なメンバーでしたね。ちょっとね、ザ忍者。はい。止まって。止まるのは当然なんですけど。あー、これはね、うん、金ソルね。はいはいはい。火の玉ぐるぐるね。金ソル。はい。これはわかるな。うん、ちょっと見てみましょうか。どういうやつが来たのか。まあでもね、新規超人が出てくれたんで、ザ忍者。なんだろうな、紫ザ忍者って、そんな、地獄巡りのザ忍者が一番新しいと思ったんですけど、灼熱地獄のザ忍者ね。まずこの万太郎はね、はい。これはね、うん。現在も現役で、3体目ぐらいかな、はい。そしてこのザ忍者は何でしょう。はい。うん。これか。火の玉がボーって出るやつだ。友情アタックで。あー、はい。まあでもね、うん。持ってなかったんで、はい。嬉しいかな。
はい、まあそんなところですかね。はい、まあ超人玉ね、ある時ついついね無駄遣いして回しちゃいたい気持ちもあるんですけど、チャンスアップもね、まあここは貯めときましょう、次のガチャまでにね。しかもまだ私ね、回すとなったらまだまだね300玉ぐらいまでは多分ねいけるんで、私ね、次回それこそね44連と言わず88連とかね回しちゃう可能性もあるかもしれません。ということでね、次回お楽しみということで、はい、本日はこの辺で、シロです。次回もお願いします。さよなら。